日焼け止めを塗り塗りです。岸さんにもいいことクラブをよく知ってもらわないと。塗り塗り、ペタペタ。日焼けしちゃうと痛いですから。え、ああ出しすぎちゃったみたいです。よーく伸ばさなくっちゃ。塗り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 っと。どうですか。あ、兄様の肌に日焼け止めがあんなにも。ミソラ様、私とは比べ物にならない大胆な手さばきです。それに兄様にぬりぬりなされてもなお大戦地弱であられるとは。入念にぬりぬりしていきますね。岸さんは大事な部員さんですから。部員、もしかして私も入部さえすれば大戦地弱となりぬりぬりいたせたりするのでしょうか。いえ、あまりにも無謀な挑戦でございますね。私が兄様にぬりぬりをいたすなど。どうしたんですか、ニニちゃん。そんなにじーっと見て。え、あ、その、いえ、今の私は少しだけ積極的になってしまったはず。ぬりぬりも成し遂げられるかもしれません。あの私もいいことクラブに入部できないでしょうか。日頃お世話になっている兄様のお役に立ちたいのはもちろんですが、ミソラ様が本当にいいことをなさるか見定めなくてはなりませんし、そして願わくば私も冒険者の端くれとしていいことを通じて人々の暮らしをお守りしたいのです。どうしましょうか。なんていいですよ、リリちゃんの入部決定です。ありがとうございます。新入部員として一心不乱に尽力いたします。それで、あの、僭越ながら早速私もぬりぬりのお手伝いをできればと。リリちゃんってばすっかり積極的になれちゃってますね。じゃ、推しの方をお願いできますか。思う存分キッさんをぬりぬりしちゃってください。は、はい。では兄様、失礼いたします。ぬりぬり、これが兄様のお肌。ミソラ様とはまた違う感触でございます。なぜだか体がポカポカしてまいりました。それじゃあこれでいいことクラブ本格始動ですね。このビーチでいいことしていきますよー。